するしない？それでは今回の匠ご覧ください。それでは第1曲開始です。皆さん手配を開けてください。太郎さんはシャーチャードラガチーピンです。4万点のトップ目で迎えたこの難1曲、最短で4曲と考えると、はい、この後半戦をどう戦っていくのか。そうですね、ここはやっぱりこの親とはね、状況が戦いにくいんですよ。この親に、はい、今トイメンが親ですね。ラスメの親と喧嘩が嫌なんですよね、はい、まず喧嘩っていうのはどういうパターンですか。例えば下茶さんと喧嘩する価値は、やっぱ下茶さんの上がりを防いだり、2着目のね、はい、下茶価値は上がった時に価値高いじゃないですか。喧嘩に勝った時に相手が攻めてきた時に攻め返す、はい、このラス梅の親番のね、はい、トイメンさんと喧嘩して勝っても、その防いだ価値は少ないんですよね。で負けた時にめちゃめちゃ大被害じゃないですか。そうなんですよね。だからトイメンさんとは喧嘩したくないです、うん、ってなると今回のこの手と手組みなんで、ここはしかもこのトイメンさんってこのラスがめちゃめちゃ大事なんで、頑張りどころ、ね、あんまり降りない、降りてくれないんですよね。だから前のめり先行リーチしても下ろす価値、うん、相手下ろす価値みたいなのはちょっと低くて、あー確かに、だから安易にリーチしちゃうと意外と怪我しちゃうんで、まあリーチするならば勝算の高い上がりやすいリーチー、打点よりも上がりやすいリーチが、ここ形だったりを重視して、はい、という意味なんで、うん、できれば役割に組みたいですね。ほうほうほう。なんでリーチをしない手組みってなると、これ、はい、役はどこら辺になるんでしょうか。役は本一難白ピンフ、うんうん、まああたりをまずいっ、まあ、つもちょっとあるかな、そのあたりを見ていきましょうか。ドラチーピンですけど、はい、第1弾はどこから、で今悩ここで僕は2択なんですよ。おどれとどれでしょうか。これとこれ、おしゃれな3番3番ドイツからですか。まあ本一にもならなくて、うんうん、3番を持ってるとピンフにもならないですよね。でちょっと重ためじゃないですか。だからおしゃれに3番を切るか、うん、まあ普通手なりで、まあ白なのか重なりを残しつつ9ピンを切るかなんですけど、まあ多数派は9ピンなイメージですけどね。まあそうそう、普通は9ピンですけど、ただ、うん、ドラがチーピンだからなんですよね。あーなるほど、ドラがチーピンだから9ピンを残しておきたい気持ちと、あと 3番を切ると、はい、チートイツでもなくなっちゃうんですよね。ああそうですね、今2トイツ、そこが悩ましい、うん、もうここは今めっちゃ頭の中で、まあ言葉で話してからめっちゃ長いですけど、うん、この瞬間に、あーどっちにどっちしようって、ここはでし答え、僕も答え分からなくて、今日、今回、まあでもここはちょっとおしゃれにいってきましょう。おしゃれおしゃれ3話。統一を一つ崩す。おしゃれ3話でいきましょう。おしゃれ、言いたいだけみたいな。おしゃれ3話。ダサンワンから始まった今曲。まあ、本一のね、渡りもありますし。はい、止まりました。もう安牌ですね。今回トーンは仕掛けるようなね、いやちょっとこれは無理ですね。でもこれもうね、安牌2枚持ってるんですよ。だいぶゆとりありますよ。うん、まあでもこれはまあ役本一赤一になったらいいかな。じゃあちょっと理想の上の方にやって最大限。まあここはもうやっぱりこれ一番この手で大事なこれとこいつなんですよね。はい、こいつらを重ねることがこの手の肝だと思ってて、リーチもしたくないですし、だからドラは裏行きは恨めるんですけど、はい、泣きましょう。ふわっと3番はまだ残しておいて、はい、今回は打球ピン。ドラは、まあ、来た時に考えられますもんね。はい、まあ、ドラ引いたら切るかどうかは分かんないですけど、まあドラは今回使わない方針で行きますか。今のところですかね、うん、でもこうね、安全度の高い牌ももう手に残っているので、トンバの時とまた違いますね本当に、はい。これトンバだったらトイメンさんの親なんだろうと、まあトーン合わせてる感じなんですけど、まあそれでにしてもまあまあ基準高いんですよ。ね、だけど今、あちらの方は、あちらの方もうがむしゃらなんですよ。はい、トイメン絶対に親番落とせないんで、めちゃめちゃ早いこともあれば、そうでもなくても、数杯を残して、ね、なんとか天杯系作ってリーチ行こうみたいな構えをしてる可能性もあるんで、うんうん、まあここは早いと限定しきれないってことですね。はい。さあそして、来たこれで、本一がちょっとなくなっちゃいましたね。で、はい、まあ、やっぱりこれトンがない、うん、なんていうの、ファーストトイツってファースト2枚で受けるしかないんですよね。
はい、なんでここは柔らかく横に柔軟にかつこのこいつらの縦も逃さずに、はい、重なりも残して、まあ、パースを切っておきましょう。はい、そうですね、自敗を大切に、はい、役になる自敗重なれと思いながら、いつでもやっぱね、自敗の切り順っていつ切るかってちゃんと精査しないといけないの、いけないと思うんですよ、うん、切るべき時は切る、はい、切らない時は残す。かなりメリハリ効いてますね。これはね、メリハリをつけた方がいいと思います。あの、ちゃんとした意思を持って、はい、理由と意思を持ってやるべきですよね。自敗の残し方、はい、そして切り順番、あ、今度はいいんだ。まあでもこれはもう白が2枚切りなんですよ。で、安牌はもうトントンとあるんで、うん、じゃあ、ま、もう1枚白を残しちゃうとちょっと手狭すぎるんです。白ただの安全牌ですもんね、はい、2枚切れで。なんでこれは別に山を引いたら嬉しいわけですし、まあ、これはまあもう自然の白ですね。はい、他のね、仕掛け等もまだ入っていません。しかも今回比較的自敗やすい場ですね。まだ何はションパでかかってるかもしれないですけど、特になんちゃの人とか、確かに見えてますね。あの結構、まあ見えちゃいましたけど、結構あの見えてない字が意外と残ってる場ではありますよね、うんうん、だからこれは1枚切れずですけど、まあ結構期待できるかなと。山に残ってる可能性が高い、はい、今急走が来て、そうするね、メンツが一つ出てましたが、ただどっちも残したいんですけどちょっとロスが多すぎるんですよ ね溢れていくような形に今なってきて、まあ、強いて受け入れられるのは E1 切っての山のロスは受け入れて、なお残すか、うん、E1 残すかの今天秤なんですけど、山場に1枚切れ、はい、ただ何は残りやすい場と言ったんですけど、実は下茶さんはまだ何持ってる可能性あるんですよ。これ結構自敗の基準で大事で、はい、あのみんな安易に1枚切れの字とかどっちがいる可能性が高いとか考えてないかもしれないですけど、基準によって持ってる、残ってる、他の人が持ってる可能性って結構実は差があって、うんうん、この中だとちゃんと考えなきゃいけなくて、はい、まあ、シャアはおそらくもしかすると統一で持ってる人はいるかもしれない。だけど残り山の枚数とのバランスで考えて、統一の可能性はまだそんなに高くないんですよね、うんうんうん、で、ナンはまだ下茶さんがそんなに濃い捨て合いはしてないんで、はい、あ、でもどうだろうな、ペイが切ってるから持ってなさそうかな。あ、今2巡目に切ってるペイですね。はい、持ってなさそうではあるんですけど、うん、まあ、たまに持ってることあるんですよね。まあその辺で持ってたら1枚ってことですか。まあ1枚ですね、はい。まあ、おとなしい人は、これね、人によるんですよ。だから僕みたいな厚かましいタイプは、切り順が濃い方からなっていくんですけど、おとなしいタイプは意外と自家製から切る人もたまにいるんですよね。そこで、ちょっとその人のバランスを見なきゃいけないんですけど、まあでも、持ってない可能性も高い。あっても1枚。まあ持ってない可能性が高いとは思うんですけど、まあでも、リャンワンの受け入れのピンフ、逃したくないんで、ここは、まあ、ちょっと可能性、なんかさ言いたいですけど、まあ何かはね、何かはロスしなきゃいけないんで、まあね、1枚切っていかなきゃいけないですからね、はい、増えちゃいますから。こう手役がつくといいんですけどね。そうですね、そこですよね。親は3層3-1ですね。いい層と切りましたね。痛い痛い痛い、なんちゃですもんね、神ちゃん初。まあ、これもさっき、これね、難しいですね。第1打でなんちゃが切っているだけですね。シャアも、これは、そう、これね、シャア切ってもいいかもしれないから、まあさっきもそうなんですけど、シャアの統一の可能性と青の統一の可能性が多分あるのが下茶さんなんですよね、うん、シャアは2人、親以外2つ統一の可能性があって、はい、下茶さんはトーンをペイの順目に重なった発言の可能性あるんですよね。でもそんなに高くないと思うんで、うんうん、ここは意図的にシャア切るのもあるかもしれないですね。シャアの方が、まあ、そんな高くないですけど、統一が持たれてる可能性があって、初、うんうん、の方が持ってない可能性高そうには感じますけどね。まあ、難しいところです。自分が重ねたいってことですね。そうです、重ねたいんですよ。うん、から、シャアと初、どちらを手に残すかを今考えた。はい。まあ、でもこの辺はね、難しいな。でも、シャアにしとこうかな。シャアになりました。ちょっとね、はい。でも、一つ一つ、繊細ですね。いやでもそこは常に考えるべき。で考えないとダメですね。考えないとダメです。はい、あ、リーチが入りました。6巡目リーチは現在2着目の下茶からのリーチですから、これどう対応するか。ここはね、まあ積も次第ですね。積も次第。
まあ別に、あの、今ここで嘘を抜いた方が後には安全なんですけど、他のね、二人のことも考えると。はい、まあ、ただ、伊豆さんだったらトントンあるし、はい、まだ自分の上がりを見たいんで、まあ、このぐらい切ってもいいかなと。あの、もちろん、まずね、見物でペイの方から。他のね、方の進行速度も考えると、ペイの方が安全度は高くなるんですけど、はい、そうですね。自分の天敗だったり、上がりも見ての、太郎さんらしさでしょうね、こういうところもね。まあ、そうかもしれないですね。まあ、でも、普通っちゃ普通です。どんな手でリーチを打っているか、こっちはどうだ。で、親が一応年数は押してきてるんで、ただでもこれは通常局面と違くて、大体押すんですよ。だから、あれが天敗に近いか、まあ、リアンサンテンぐらいあるかな、みたいな。まあ、すごいいい感じ。リアンサンテンより上だけど、リアンサンテンなのかはちょっと読みにくいですけど、はい、まあ、サンサンテン来るでしょってことですよね。そうそうそう、ポジション的に、今置かれてる状況的に。まあ、リアンサンテン、まあ、サンサンテンぐらいはなさそうだけど、リアンサンテンから天敗まで幅広くある、うん、ありそうだな。まあ、テンパイはちょっと少なそうですけど。ってことで、ってことで、だからちょっと何を切るかっていうと難しくて、ちょっとこれ、切りにくい範囲が増えましたね。まあでも、これは大体通るんで、あのスルーしてるか、まあ、20目に重なったかで、そんなに可能性高くないんで、まあ、このぐらいは切ってもいいかな、見合うかな、リスクに上がれる可能性が、そんな高くないよね、切っていいかなって悩みながら。太郎さんは切るのかなって悩みながらも太郎さんはこれ打ち出しました。あ、ちょっと行きやすくなりましたね。ドラが通った、ね、赤赤でね、ドラ1枚見えた。ちょっと行きやすく、はい、3枚見えましたね、世の中に7枚あるうちの。まあ、あと裏ドラもちょっと含めは自由ですけど、まあまあ大体その辺でね、はい、さあ、カンパスあるかな。運送ギリリーチです、はい、手順的にはあってもおかしくない。579ってあった時にカンパッソが当たるパターンがあるんですよね。で、いいは無難なんですけど、はい、親がまあまあ来てて、はい、まあトントンあるからしのげるんですけどね。これ悩ましいな。気にしてるのは。でも、パースはちょっと、はい、一応手順上あるんで、まあ、スースを通してもらったところで、イーソの方がちょっとないんで。あー、なるほど。はい、まあ、赤はね、切りたくないですね。はい、ちょっとお茶を濁して、まあ、当たることもありますけどね。イーソ場に1枚で、スースをトイメンが通してくれました。はい、まあ、対面来る予定ですもんね。対面はね、もう大体来ますよ。いつ頃ですかね、あとはね、様子見ながら。これはつもぎりの3ピン。お、そしてこの3ピンは当たりだ。リーチ、イーペイコ、2600点。2着目が加点しましたね。まあ、あの、想定の範囲内というか、まあ大体来て、まあ、無茶してくるんで、そうですね、まあ、大体打つことも多いよね。太郎さんがおっしゃってた通りの。で、また、無傷で。いいですね。展開がいい。そうですね。まあ、こういう展開だと楽ですよね。好きなパターンですね。はい。はい、じゃあ、皆さん手を挙げてください。親も、いいシャンテンですね。そして、意外と、カミちゃんも、いいシャンテンだ。あの、他のね、とこからリーチ来た時にまた太郎さんがどう打つのかも気になりましたけれども、その前に決着となりました、今回。まあ、意外とね、ちょいリスク負ってますから。もう完全な安排はありますからね。はい、うん。よりも、いけるでしょみたいなね。ちょいリスク負って。はい、はい。まあでもどうかな、ちょっと反省するかも、ちょっとしますね。あ、本当ですか。これはよく考えれば、やっぱ親、大体こうなることまあまあ多いじゃないですか。まあ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 。そういう、その可能性が高いと見えれば、うん、はい、これをもうちょっと追いすぎだったかもしれないですね。でもそれも考えた上での太郎さんの判断ですから。まあそうですね、そこは実際わかんないですけど、まあ僕はそう思ってやってるんですけど、まあ追いすぎの可能性があるんで、そこはちょっと見てくれる皆さんが、はい、あれやりすぎだよって思ったらやめてください。皆さんもぜひ試していただいてね。正直ここはこの局面はあんま自信なかったです。はい、ちょっとやりすぎ感僕の中でもあるぐらい。でもそれもまたね、はい、はい、ギリギリのラインちゃんとこう通せるっていけるっていうのが、まあ、太郎さんの強みですから。はい、はい、でこういうね、宣伝にもなりますからね。太郎が押せても分かんないぞ。あ、こんな風もするんだなっていうね。はい。麻雀って。例えば、神の位置ってあるとする、うん。神の位置だって、単純なものではないと思うんですよ。例えば、過去にその人が何を、例えば特定の人とやる場合は、過去にその人が何をやったかっていう、うん、
係数が神の言ってたにはかかってくると思うんですよね。おお。だから例えばこの局面絶対何起きるかパーソっていう単純な答えにならないと思うんですよ。過去に何をやったのであればパーソーで、過去に何をやった人はパーピンっていう答えになるかもしれないし、パーソー7割、パーピン3割みたいな答えになるかもしれないですよね。神の一打があるとすれば、うんうんうん、でってぐらい単純な答えは出せないと思うんですよ。麻雀に正しい絶対の正解があるとすれば、やっぱり過去に何を、この人の闇だったら闇ってあるかもしれないって要素がある以上は、係数に過去に何を言われたかって絶対入ってくるから、はい、これも後のね、うん、やりすぎかもしれないけど後のね神につながるかもしれないですからね。なるほど、後の徳につながっているすごい、そういう思考もあったんですね。かもしれない、まあ、かもしれないかもしれないトークだったんですね、はい、すいません、はい、ありがとうございます。さあ次はね、何2曲でございます。どんな展開になっていくんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。